遺言書があった場合、法定相続分とどっちが優先するのか。基本的には遺言が優先します。被相続人が遺言書を残していた場合、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。被相続人となる人は法定相続分にとらわれず、遺産の分配割合を考えることができます。ここ重要なのは、遺言書の指定相続で特定の人に 100% 相続させたいとしていても、いわゆる残りの法定相続人は遺留分侵害額請求をして最低限の取り分を取ることができます。この割合等については別途図の方で示していますので見ておいてください。要するに、亡くなったお父さんが愛人がいて 100% 相続させるといっても、奥さんや子供は遺留分が最低限保障されていますので、そちら分を取ることができると、そういうものです。